エディオスとは、主に1950年代に活躍した、アメリカ合衆国の元プロ野球選手。ポジションは三塁手。ニューヨークブルックリン生まれ、右投げ右打ち。1950年代のワシントンセネタースの三塁手。ザ・ウォーキングマンのニックネームがつくほど支給をよく、選んだ。第二次世界大戦中の1944年に、ワシントンセネタースと契約、選手不足の折。 ヨストは17歳でメジャーリーグにデビューし7試合に出場した。セネタースの3類のレギュラーとなったのは1947年からのことで1957年までの11年の間、セネタースの肖像類師を務めた。この間、1949年8月30日から1955年5月11日まで829試合連続出場の記録を作る。 三塁守備では、リーグ最多視察を8度記録、リーグ最多閉察数を2度、最高守備率を3度記録するなど守りの面で活躍した。打撃面では1951年にリーグ最多の36二塁打を記録したことがあるが、決して打率が良かったり長打が多かった打者ではなかった。しかし1950年シーズンに141もの支球を記録してからは、 ほぼ毎年のように100死球以上を記録し、リーグ最多死球を通算で6度記録した。特に1956年に記録した死球数151は、当時ベーブルースとテッドウィリアムズに次ぐ多さだった。ヨストは1959年にトレードでデトロイトタイガースに移り2年間在籍しているが、この2年間は打率が270前後だったにもかかわらず、 死球の多さから2年続けてリーグ1位の出塁率を記録している。その後1960年にエクスパンションドラフトでロサンゼルス・エンゼルスに移籍し、現役最後の2年間を過ごしている。引退した翌年からセネタース、メッツ、レッドソックスと1984年まで21年間各球団のコーチを歴任した。1969年にはワールドシリーズで優勝した。 ミラクルメッツの一員にもなっている。2012年10月16日死去86歳没。ありがとうございます。